特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法は、オウム真理教の後継団体や文派団体を特別関係者とし、これらの者が有する財産を特定破産法人の破産財団との関係においては、当該特別関係者が特定破産法人から法律上の原因なく得た財産の処分に基づいて得た財産であるものと推定する。 特定破産法人が損害賠償責任を負うべき最初の無差別大量殺人行為の後にその財産を特別関係者に対して移転した場合にはその移転の行為は特定破産法人が破産債権者を害することを知ってしたものと推定とすることで特別関係者の財産をオウム真理教の財産と推定し被害者への弁償に充てるため制定された日本の法律である 本法第2条第3項の規定は次のいずれかに該当するものを特別関係者としている団体規制法第5条第1項の規定による処分を受けた団体で当該処分に係る無差別大量殺人行為による損害賠償責任を特定破産法人が負うもの。前後に掲げる団体の役職員または構成員前後に掲げるものが構成員役員または 職員の過半数を占める法人その他の団体第2号に掲げるものが発行済み株式の総数の過半数にあたる株式または資本の過半にあたる出資口数を有する株式会社または有限会社第2号に掲げるものが代表者である法人その他の団体第1号に掲げる団体の役職員または構成員であったものでその団体につき 規制法第5条第1項の規定による処分が、効力を生じた費後に退職し、または脱退したもの次に掲げるものであって、その所有する不動産が第1号に掲げる団体の活動のように供されているものい第1号に掲げる団体の役職員または構成員であった。春第2号に掲げる者が、構成員、役員または職員の過半数を占めていた法人その他の団体派。 第2号に掲げるものが、発行済み株式の総数の過半数に当たる株式、または、資本の過半に当たる出資口数を有していた、株式会社または有限会社に、第2号に掲げる者が、代表者であった法人その他の団体を無心理教の、各後継団体、分派団体はどんなに組織名、組織形態を変えても、 特別関係者として、オウム心理教の債務を免れることはできないようになっている。ありがとうございます。